まず一動詞を止めます。次に裏の2を止めます。これで股の上が出来上がりました。今度は股の下、足を入れるところをくっつけます。3と3、4と4をつけます。これでもうズボンの形になりました。あとは裾とウエストを内側に折って固定し、ウエストにゴムを入れれば完成ですね。簡単でしょ。